いできます内村声腹筋背筋は内村声出ますできます。そうなんです、その通りなんです。あの、この話ちょっと筋肉つけていったら余計動けなくなったっていう話をちょっと後でどっか時間あるとします。で、どのぐらいって言ったら内村航平さんより筋肉つけられますよ、池田さん。いつまでつけるの？いつまで鍛えるんですか？期限は。期限。これ期限でいう話すると命尽きるまでですね。で、全てが言ってること曖昧ですよね、腹筋背筋鍛えるのって。何回も言うけど、こんなの医学部で習った医者はいませんからね、こういう話も、そもそもね。で、なんでそういう話が出てくるかっていうのは、ちょっと時間があれば話、ね、で、感情っていうのは科学なので、